皆さんこんにちは。また旅に出てしまいました。今京都の、市内から亀岡の方を通って、これね372号線やったかな、丹波篠山の方に通って、でサンタが通って、神戸の幸せ村という福祉総合宿泊施設みたいなところがあって、そこにちょっと今晩泊まろうかなと思ってます。ちょっと桜がバックで綺麗なので行ってます。行きますか。山の方に位置するんです。そこへ行こうと思います。イオンサンタウッディタウン店に来てます。今一番街の方に車止めたんですけども、ピアノがあるのが二番街ということで、今から2階に行ってみます。
サンフラワーショッピングセンター今探してようやく見つかったんやけど、ちょっと分かりにくかったですね。なんかね、交流施設みたいなところの一角がショッピングセンターになってます。言うてもあんまり店なかったですね。Thank you.
レギオンで買い物してきます。ビールと刺身でも買います。このね、右側がなんか温泉施設みたいです。この真ん中が宿泊棟、結構ね、総合福祉施設ゾーンに行くとで、なんか病院もね、あったりしてますね。キャンプ場もあります。テニスコートとかもいっぱいあるんでね。めちゃ広くてちょっと迷いますわ。どこが宿泊棟なんか、あれ？これジムか。ジムですね。全く、わからない。行こうかな。幸せの村っていうね、神戸の、神戸市になるのかな。神戸の北側の、ちょっとね、山の方にあります。バスも来てますね。マルシェな、なんか売ってますね、野菜。三直線、あ、ここで買ったらよかった。刺身ね、買ってきたんですけれども、岩物で。ここの方がいいかもしれない。三直御膳。ピアノありますね。